お母さんよかったですね。念願の子供ができましたよ。え？喉から手が出るほど孫が欲しかったんでしょ？私そんなこと言ったかしら。ジジババの考えることなんてみんな同じなんじゃないですか。まあおめでたいことだし嬉しくないわけじゃないけど。は？何ですかそのリアクション。もっと喜んでくださいよ。あーいやごめんなさいね、ちょっと戸惑ってるっていうか。わかりますよ、結婚して5年もやりまくってできなかったんだからそれ驚きますよね。その言い方はどうなの。でも安心してください、この私がお母さんをおばあちゃんにしてあげますから。本当にゆいさん？当たり前じゃないですか。ほらいつもやり取りしてるトーク画面でしょ。確かにアカウントは本人ね。お母さん一つだけ確認があります。何かしら。孫ができて天に召されるほど嬉しいですか。天に昇るよね。どっちでもいいです。そりゃ嬉しいわよ。元太の子だったら誰が産んでも同じですよね。それはどうかしら。ここ大事ですよ。元太の血が入っていることが重要だという認識が一致しないと抱っこさせるわけにはいきません。確かに息子の子だったら可愛いんでしょうけど。そうでしょ。ってことでちょっと提案なんですが、出産祝いを前払いでいただきたいんです。はい。別に10ヶ月後に渡すか今渡すかだけの違いでしょ。お金に困ってるの。違います、お母さんの覚悟を知りたいんです。孫を愛せる人かどうか。私は見守ることしかできないわよ。とりあえず前金で100万お願いします。そんなに。息子さんに聞いて知ってるんですよ。お父さんの保険金も使わずに結構貯め込んでるんでしょう。そういう話はやめましょう。なんでですか、大事な話なのに。しかしあなたが妊娠するなんてね。はい、今のはどういう意味です。もしかして嫌味。そういう姑は絶縁されても文句言えませんよ。だっていい歳して言い訳するのはダサいんでやめてください。わかった、もういいわ。もし孫に会いたいなら態度や言動には十分気をつけてくださいね。何か気に障ること言ったかしら。存在そのものが迷惑ですけど、元太があなたを大事にしてるから私も従ってるだけなんで、そこは忘れないでください。はあ、わかりました。スカ銀行本店普通預金 1234567 8。何それ。100万円の振り込み先に決まってるじゃないですか。なんてぶしつけなの。払わないと会えませんからね、早めにお願いしますよ。翌日。ねえ、私たちって昨日 LINE した？ボケたわけじゃないから心配しないで。してないよ。ルミポンどうしたの？だよね、やっぱりそんな話し方だよね。ん？いつも通りだけど。じゃあ昨日のユイポンは誰だったんだろう。何があったの？昨日ユイポンから LINE で子供ができたって連絡が来たの。あたす？でもユイポンは卵巣を摘出したでしょ。あーそうだね、冗談でも妊娠したなんて言わないわ。だよね、一応敬語だったけどありえないほど威圧的だったの。その上孫に会いたければ100万払えっていうのよ。はあ、それ詐欺じゃないの。私も絶対に別人だとは思ったんだけど、ユイポンのアカウントだったから何が何だかわからなくてね。とりあえずやり過ごしたけどさ。それは何時頃の話？私昨日スマホ忘れて会社に行っちゃったんだよね。お昼ぐらいだった。元太じゃね。なるほど。でもそう考えるとおかしいな。私が妊娠できないことは元太が一番わかってるはず。確かに。そういえば術後に元太が言ってたの、母さんには言わないでほしい、ショック受けるからって。だからまだルミポンが知らないって思ってこんなことしたのかも。一番傷ついたのはユイポンなのに。そんなこと言ってたのね、あのアホ。でも元太は何のためにこんな適当な嘘をついたんだろう。どうも元太っぽくなかったのよね。女性と話してる感じだった。
まさか浮気してるってこと？もしあの LINE が女ならね。その女が元太の子を妊娠した？かもしれない。私の LINE 履歴は全部消されてるんだよね。私の方も送信取り消されて消えちゃってるんだけど、できる限りのスクショは撮った。マジで死後できすぎるんだけど。任せろやい。大至急三代探偵事務所に依頼して証拠を押さえてもらおう。それがいいわ。最近みっちゃん忙しすぎて、私も週3で手伝ってるのよ。おばさんの尾行が評判なんだってね。長ネギがいかにも買い物帰りって感じがするから必須アイテムなんでしょ。こないだネギ忘れたら、じゃあフランスパンでいいわって事務所にあるでっかいパンをくれたけど。長けりゃ何でもいいのか。私が尾行したら元太にバレるから、今回はみっちゃんにお願いするしかなさそうね。証拠が集まったらガン詰めしてやる。やだ、ワクワクしちゃう。私もやっと元太への恨みを晴らせる時が来て興奮が止まらない。いざ出陣よ。御意。数日後。お、なんでグループライン？改めてお礼が言いたくて。私に孫ができるなんて嬉しい。報告ありがとう。ああ、母さん、その件ならまた個別で。なんで？いいじゃない。ゆいさんに直接感謝を伝えたいし。ああ、でもほら、母さんとゆいは犬猿の仲だし。誰が猿だよ。じゃあ私が犬？チワワがいんな。そういうことじゃなくてさ。でもゆいさん、あなたは病気で妊娠できないんじゃなかった？はい、私は産めませんよ。卵巣摘出してますからね。じゃあどういうこと？さあ、夫に聞いてみてください。元太、どういうことか説明しなさい。そうだ、子供が欲しすぎて夢を見たんだよ。それで現実との区別がつかなくなって母さんに LINE しちゃったんだ。ゆいさんのアカウントから送信する必要ある？自分で言えば済む話でしょ。何が夢だ、適当なこと言うな、このポンコツ嘘つきタコ野郎。なんて言われよう。ルミポン、まだ甘いわ。腐れじゃがいも脳みそくらい言ってもいいと思う。めちゃくちゃすぎる。てかルミポンって何？ユイポンと私でお互いそう呼んでるけど、何か問題ある？あるといえばあるし、ないといえばないけど。そう呼び合うってことは、お二人仲がよろしいってこと？うん。いつから？結婚直後に一人カラオケしてて、隣の部屋からやたらとテルマばっかり聞こえてくるなって気にしてたら、偶然ルミポンがみっちゃんたちとカラオケに来てて、そこで意気投合しちゃったの。は？ちなみにテルマはみっちゃんのお箱ね。いや、それはどうでもよくて、結婚直後って言ったら5年も前だよな。そのことに驚いてるんだけど。嫁姑連合の掟に習って内緒にしてたの。なんだその聞いたこともない名前の連合は。嫁と姑が友達みたいに仲がいいメンバーだけで構成される組織よ。仲間がピンチになれば総出で助けるの。迷惑な組織だな。だからって仲がいいことを隠す理由なんてあるか？嫁姑の仲がいいことを隠しておくと、アホ旦那が勝手に尻尾を出してくれるんだって。片方にだけいい顔してるのとか全部筒抜けなんだから。やっぱりパイセン型の教えは間違いなかったね。不謹慎だけど、なんかやっと仲間に入れたって感じするよね。連合の大半の人たちは傷を負った戦士たちって感じがするもんね。何の話かさっぱりわからないんだけど。で、あのライン打ったのは誰？私はあんたの母親を、不本意ながら32年やってるけど、ラインとはいえあの話し方は別人だった。いや、俺だよ。とぼけるな。こっちはスクショ撮ってるんだよ。本当に俺なんだってば。認めない気か、このクソ間抜け崖っぷちコアラめ。悪口の癖がすごい。さっさと白状しなさい。あれは友達が撃ったんだ。何のために？ドッキリみたいな。
こいつ往生際悪すぎだろ。カス以下のアホタレ雑巾だね。ああ、もうバレてるっていうのに、いつまで白を切る気かしら。まるでドヤ顔タヌキのごったにだわ。わかる。くしゃみのタイミングすら外す無能って感じ。本当に究極の空っぽ頭のエースストライカーね。そのノンストップで出てくる聞いたこともないような悪口は一体何なんだ。お前なんかのために自分の脳で考える時間と労力すら無駄だから、ユイポンが AI に聞いてくれたの。あんたの特徴言って悪口考えてってお願いしたら、まあ出てくる出てくる。 AI もムカついてんだろうね。止まらなくなって30個くらい考えてくれたよ。ひどい。もうみっちゃんが全部調べてくれて、あんたの悪事は判明してんの。さっきから何度も出てくるみっちゃんって誰なんだよ。あれは数年前、自分の息子の浮気を暴くためみっちゃんは尾行をしてたの。あまりにもバレないから、もしかして自分の尾行は天才的なんじゃないかと気づいて、勢いで探偵事務所を開業しちゃった。嫁姑連合のボスよ。余計わからねえわ。再生リスト見ろ。はあ、何の話してんだよ。所属する探偵は買い物帰りの袋にネギを刺した。見た目は普通の主婦たちなの。そんな人がいても誰も警戒しないから、対象者も油断しまくっていい写真が撮れるってわけ。確かに気づかなかったけどさ、アーズーサって女と産婦人科に行ってたわね。それは孫ができたって言えば私が手放しで喜ぶと思ったわけ。なめんじゃないわよ。ユイポンじゃないどこぞの女が何を産もうが私には関係ない。私の可愛いお嫁さんはユイポンだけよ。ルミポン、あとちょっとで泣きそうだった。泣かんのかーい。俺は母さんにどうしても孫を抱っこさせてやりたかったんだ。いつそんなこと頼んだ。私はあんたら二人が幸せならそれでよかったのよ。1年前にユイが卵巣を摘出して子供ができないって分かった後に、たまたま彼女と出会って慰めてもらったんだ。私があなたの子を産んであげるって言われて、つい俺だって子供が欲しかったんだよ。気持ち分かってくれるだろう。はい。みっちゃんの調査によると、あんたらが付き合い始めたのは2年前だよね。私の病気が見つかるずっと前なんだけど。そんなことまでわかるのか。みっちゃんをなめるな。すべて知られてしまったなら仕方ない。俺の子を産んでくれる彼女と再婚しようと思ってる。勝手にすればいいわ。やっぱりあのライン打ったのそのあずさって女なんでしょ。そうだよ。私に任せてって言うから。なんで私のアカウントでルミポンを騙そうとしたの。いずれ私が産めないことはバレるのに。外で子供作ったなんて知ったら母さんは怒るだろ。ふん、当然じゃ。だからユイは子供を産んでどこかに消えたことにしようと思ったんだ。母さんはユイの卵巣摘出のことは知らないと思ってたから。なんてずさんな計画。あんた LINE の内容見た。いや見てない。スクショ送るから見るといいわ。性格の悪さがにじみ出てるから。そりゃ多少気が強いところもあるけど、母親になるってそういうことだろ。よく母は強しって言うじゃないか。母は悪しの間違いでしょうが、母はずるしでもあるわね。相手は妊婦なんだぞ。寄ってたかって攻撃するようなことは絶対にしないでくれ。はあ？こちらは全く容赦しないけど。右に同じ。地獄の底の隙間の溝にはめて一生出られないくらい追い込んでやる。母さんにとっての初孫が生まれるっていうのに嬉しくないの？うん、別に私の子じゃないし。年寄りって孫に会うために生きてるんじゃないのか？そのさ、母は孫を見たいだろうって思い込み、いい加減どうにかならない？別にいてもいなくてもどっちでもいいのよ。それは結婚した二人が決めることなんだから。実際に赤ちゃんを見ればその態度も変わるはずだ。まあ見れないけどね。は？お前まさか
彼女に何かする気じゃないだろうな。階段から突き落としたりとか。はあ？なんて恐ろしい女だ。いくら自分が不良品だからってみっともないぞ。それはひがみを通り越して犯罪だからな。誰があんな女のために人生を棒に振るようなことするか。じゃあなんで赤ちゃんを見れないとか言ったんだよ。妊娠してないんだから子供なんて見れるわけないでしょ。ゆいぽんは事実を言っただけ。何を言うかと思えば、俺は一緒に産婦人科にも行ったし、エコー写真だって見せてもらったんだ。診察室まで一緒に入ったの？そこまではしてない。待合室で待ってただけ。やっぱりね、予想通りだったわ。エコー写真なんていくらでもネットに落ちてるし、おそらく別の病気か検診で受診して妊娠したように見せかけたんだろうね。待てよ、何のために彼女がそんなことするんだ。心当たりない？お金要求されたとか。アホ言うな。俺は必要経費として出産費用の代金を渡しただけだよ。私も100万要求されたけど。え？払わないと孫には合わせないんだって。妊婦は金がかかるんだよ。母さんの頃とは時代が違うんだ。へえ、それ信じたんだ。妊婦だっておしゃれがしたいって言うからさ、マタニティウェアは高いらしい。ゆいは妊娠したことないからわからないだろうけど。だとしても相場くらいわかるわ。で、いくら渡したの？ひとまずは100万くらいで、昨日追加で200万渡した。国から補助金が出ることも知ってるけど、出産ってのはそれ以上に金がかかるって言うから。かけようと思えば確かにいくらでもかけられる。でもあの女は妊娠してない。なんでそんなことが言い切れる？妊婦が酒飲んでタバコ吸って朝までどんちゃん騒ぎする？え？行きつけのホストクラブでシャンパン3本も入れてたよ。妊婦が。チョーク瓶で一気してたよ、妊婦が。そんなはずはない。彼女はお腹の子のために食事にも気を使ってた。玄米とか野菜ばかり食べてるとか言ってたし。言うのは簡単だけど、実際に食べてるところは見たの？いや、見てない。家にも入れてくれなかったし。そこで気づけよ。健康に気を使う妊婦が酒飲むことなんてありえないでしょう。ホストなんて嘘だ。飲み物だってノンアルに決まってる。みっちゃんに限ってミスはない。そのババアの見間違いだ。みっちゃんは優秀な探偵さんよ。いい加減気づきなさい。あんたが貢いだ金はシャンパンの泡となって消えたの。嘘だろ、俺の貯金が。これから慰謝料の支払いもあるのにかわいそう。なんだそれ。俺は本気で彼女と家庭を築こうとしてたんだ。だからあれは浮気にはならない。そんな理屈が通ると思ってんのか、この迷惑生産工場の所長が。そうだそうだ、嘘しかつけないタコツボの住人名、お粗末演技のゴミ役者、お粗末サーカスの花形スター。 AI もだんだん適当になってきてる。あんたは一人で生きていくの。妻も愛人も親も失って孤独に散っていきなさい。そんなの嫌だ。私が1年前に手術した時なんて言ったか覚えてる？全然。女として終わったな、親不孝者、二度と子供を望めなくて、落ち込む私にそう言ったの。私はこれを聞いた時にあんたを殴りに行こうとした。でもイーポンに止められた。なんで？ショックを受けたのは私だけじゃない、元太も傷ついてるはずだから、二人で生きていく覚悟が決まるまで待ってあげてほしいって。ゆい、二人だけの人生もいいかなって思ってたのは私だけだったみたいね。そうしよう、二人で生きていこう。は？は？は？何言ってんの、無駄に豪華なクソ野郎の着ぐるみ。ほんとよ、ヘドロ沼から生まれた無能クリーチャーのくせに。 AI 悪口はもういいって。じゃあ私たち今からカラオケ大会だから。はい。みっちゃん主催でテルマ縛りのカラオケ大会なの。優勝したら豪華景品だって。私がいただくわ。いいや、私の方が優勝する。
いやよくこの流れでカラオケなんか行けるな。むしろ歌って忘れたいくらいだけど。本当にこれで終わりなのか。うん、あとは弁護士と話して。嘘だろ、もっとなんかあるよな、過去の思い出を振り返ったりとか。ない。ほーら、ゆいぽん、急がないと。じゃあ元太、後日談やっといて。なんだそれ。やればわかる。じゃ、よろしく。なんなんだよ、説明してから行けって。後日談。おっせ、ほら元太。あ、そういうノリじゃなさそうですね、失礼しました。あの後、すぐに彼女に電話し、妊娠やホストのことを問いただしました。チッと舌打ちが聞こえた後、通話が切れてしまい、それ以降何度かけてもつながることはありませんでした。いくつかのホストクラブを回ってみると、5軒目でホストの肩にもたれかかる彼女を発見したのです。そこから何がどうなったのか記憶にないのですが、気がつくと120万の支払いをさせられたことだけは覚えています。そしてその日以降、彼女の顔を見ることはありませんでした。彼女が僕にくれたエコー写真を画像検索すると、全く同じものが載っていました。母とユイの言ってることは正しかったようです。僕の不運はまだまだ続きます。突然の過疎地への移動命令、尋常でない量の抜け毛、たまたま入った定食屋で集団食中毒。これが罰なんだ、神は見ていたんだ。そう思って毎日のように近所の神社へ参拝していたら、野良犬に噛まれてしまい、足が腫れ3日高熱が続きました。3ヶ月もすると抜け毛は減りました。正確にはもう抜ける毛すらなくなったという方が正しいかもしれません。後日談といっても僕の人生はまだまだ続きます。会社の事務の子からハゲオヤジというあだ名をつけられても気にしていません。だって AI よりはマシだから。そろそろ神社に行く時間なので、これで失礼します。ありがとうございました。